こんにちは。サイバーリンクの阿波則孝と申します。こちらのセッションでは、FaceMe SDK を利用した法人向け Windows ログイン機能について説明させていただきたいと思います。FaceMe による Windows ログイン機能ですが、こちらは Windows 向け SDK3.18.0 より提供された新機能となっておりまして、FaceMe SDK の顔認証機能を使用した Windows ログインを実装するための全てのサンプルソースコードを提供しております。また 2D アンチスプーフィング機能による生体認証機能を実装することが可能となっております。こちらの顔認証機能を使用する上でのコマンドライン形式もしくは GUI によるサンプル用登録機能の提供をしております。これらの機能を使用することによって法人向けに最適な顔認証ログイン機能の実現が可能となります。具体的にはアクティブディレクトリー連携や勤怠管理連携など企業の需要に合わせたカスタマイズが可能となります。またなりすまし防止機能を実装することによってスマートフォンやタブレットなどで撮影した写真などを使用した不正ログインの防止と監視を行うことが可能となっております。さらに実際のユーザー側ではパスワードレス化が可能となりセキュリティ管理強化面でのメリットがあります。こちらで使用している FaceMe 顔認証エンジンですが世界最高水準の顔認識エンジンによる高精度な顔認証ログイン機能を実現しております。さて実際に顔認証でのログイン機能のデモ映像を見ていただければと思います。このような形で顔認証を使用した Windows ログインが可能となります。こちらは Windows ログイン機能の比較ですが FaceMe を使用したログイン機能 Windows ハローカメラを使用したログイン機能 Windows ハロー指紋認証デバイスを使用したログイン機能また通常のパスワード入力を使用したログイン機能を比較しております。 FaceMe ログイン機能を使用するメリットとして認証方式としては非接触での認証が可能になるということ、この時にユーザーがパスワードを記憶することは不要となります。またいろいろな用途でカスタマイズが可能であるということは他の認証に比べて非常に大きなメリットであると考えております。アクティブディレクトリー連携に関して言えば他の認証方式でも可能となっておりますがサーバー側でのカスタマイズなども可能となっておりますのでより広い範囲でカスタマイズできるということがメリットとなっております。使用デバイスですが FaceMe ログインの場合は Web カメラのみでログインすることができるようになっておりますので専用デバイスなどが不要となります。また FaceMe ログインはソフトウェアによる環境となっておりますのでプラットフォームの依存性がないというところも大きな特徴であると考えております。実際の FaceMe ログインの用途メリットに関してですが1つ目として現場で作業するタブレットなどで使用するという用途が考えられますがこちらでのメリットはキーボードが不要であるということ、次になりすまし防止機能を使用した不正使用の防止ということが可能であるということ、AD 連携によるリモートのユーザーアカウント管理が可能であるということがメリットとなると思います。次に法人の PC 環境の構築に使用していただけるという例ですがこちらはセキュリティとして顔認証、生体認証を使用した高レベルなログインセキュリティを実現することができるという点とデバイス管理としてデバイスの不正利用を監視できるという点と既存のソリューションなどにカスタマイズを行って連携させることが可能となっている、具体的にはログイン時に勤怠管理機能などと連携してみたりとかそういう統合システムを構築することが可能となっております。さらにパスワードレス化によるパスワードを忘れたというような問い合わせなどによる工数の削減が可能となります。また少し特殊な用途となりますが高セキュリティデバイスの管理ということで銀行の店頭端末へのログインなどなりすまし監視機能が必要な用途に使用していただく場合もしくは
店舗、オフィス、または組み込みデバイスなどキーボードがないようなデバイスでの起動時にパスワード入力を簡素化した用途で使用することが可能となっています。さて、それでは実際にオペレーションを含めたデモを見ていただきたいと思います。FaceMe のサンプルプログラムフォルダを開いて登録用の UI アプリケーションを起動します。こちらで FaceMe Windows ログイン機能をオンにして、アカウントの追加、名前、ドメイン、アカウント、パスワードというようなユーザーログイン情報をこちらのウィンドウで設定します。次に登録用の UI が開きますので、指示に従って顔を中央に持っていき、生体認証をパスさせます。こうすることによってユーザーが登録されます。そしてこの状態でパソコンを起動すると、 Windows ログイン時に顔認証用の画面が表示されますので、指示に従って顔を中央に持っていき、生体認証をパスさせることによって Windows にログオンすることができます。またこのようにですね、なりすまし防止対策として写真を用いたログインであったりとか、タブレット、スマートフォンを使ったログインに関しては生体認証がパスすることができないので、ログインを行うことができないというような形になります。 FaceMe SDK を使用した顔認証ログインのまとめですが、顔認証精度と安全性を実現している。 FaceMe SDK はNIST のテスト結果で証明された高精度な顔認証エンジンであるということと、 2D アンチスプーフィングなりすまし防止機能によって不正利用を防止することが可能となっております。次にカスタマイズ可能な汎用性ということで、アクティブディレクトリー連携や勤怠管理連携、ユーザーアカウント管理など企業の需要に合わせたカスタマイズが可能なログイン環境を構築することが可能となっております。最後にデバイス依存性のないプラットフォーム環境を構築することができるということで、専用のカメラやキーボードの入力が不要となり、ソフトウェアのみで顔認証、生体認証ログインを実現することが可能となっております。こちらのセッションは以上となります。ありがとうございました。